トマトを湯むきします。まずトマトのヘタの部分を切り落とします。包丁を短く持って中心に向かってテーパー状にヘタを取っていきます。トマトを回しながらこのようにヘタは取ります。次にトマトを熱湯につけていきます。トマトの皮が破れてきますので、破れてきましたらこのように氷水に入れていきます。はい、粗熱が取れましたらペーパーに取ります。余分な水気を拭きながらトマトの皮を剥いていきます。これがトマトの湯むきです。